一般的にこういう表現が本当だと思います。まあオフィスの中ではプライベートの話はあんまりしません。まあ楽しみのことがあるかもしれません。冗談を言うかもしれませんけど、ほとんどはみんなは厳しく働いてますね。しかしですね、オフィスを出てから例えば食べに行くとか飲みに行く場合ならビジネスの話と社交的な話をしてもよろしいです。まあパーティーでも例えばオフィスの忘年会ではまあほとんどのうちの職員が友達になってますのでプライベートの話をもちろんしてもよろしいです。それとも日本では仕事が終わってからみんな飲みに行くのは仕事か楽しみことかはっきり分かりませんですね。飲みに行っても仕事の話は絶対会話の中に入ると思いますけど、ビジネスだけの話ではないから、この場合はオフィスを出てからまあ、もうちょっとプライベートの話とか社交的な話をしてもよろしいです。